おはようございます。おばちゃんみーこです。ただいま朝9時です。雪少ないよね。今日は岐阜県の、大日ヶ岳、高須スノーパークからの、雪遊びになります。ここから、スキーのゴンドラ上がって、そこからのあれになりますね。山遊びになります。じゃあ行ってまいります。お疲れ様です。おばちゃんみーこです。この動画は荒川おばちゃんののんびりの山旅を一人称目線動画でお送りしております。そしてご覧いただいた方が私と一緒に山旅をしている気分になっていただけたらとても嬉しいです。今回は岐阜県の大日ヶ岳200名山の一つ1709メートルに行ってまいりました。高須スノーパークゴンドラ乗り場より前大日大日ヶ岳山頂のピストンルートになります。今回は山をあまり登ったことのない友達と、ルート的には2時間ほどのお山なんですが、ゆっくりのんびりの、雪山遊びをしてまいりました。それでは最後までご視聴いただけたら嬉しいです。9時35分になりました。支度をしてリフト使って上がってきました。ここからは登っていきます。ちょっと何を軽アイゼンつけるかどうかちょっと考えてから登りたいと思います。軽アイゼンスタートにしましたが、結構ね足埋まります。もしかしたらワーカースノーシューの方が歩きいいのかもしれませんね。でも誰かの足跡のところをステップ使いながらちょっと上がりたいと思います。いい天気だ。いいよ。ここで動画の途中ですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それと通知ボタン、ベルマークをクリックまたはタップをしていただけると、私の動画の通知が届くようになります。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは続きをどうぞ。そうね、向こう側にね。あれ、あれ御嶽なのか。乗鞍とかあれなのかな。違うね、御嶽だよね、きっとね。うん、御嶽だよね。で、こっちに白山はこっちに見えるよね。うん、白山はこっちだもんね。鈴鹿方向やね、やっぱりね。伊吹山？あれね、あれ伊吹山ね。多分。うん、そう思う。そっち。うん、そっち。あれがね、伊吹山。これ丸い山頂、ちょっと丸くなって白い。はいはい、あれだ。見えるけど。丸いよ、平らだもん、意外と。そう、違って見えるんよ。
気よくていいや。ですか。あの奥が山頂です。はい。じゃあ今日さんゆっくり来ればいいからいい。あそこは今稜線みたいなところ、あの横切ってる人たち、あのみんなが歩いてる足跡をたどればいいけど。あ、そう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 、あれね、せっぴになってるよね。きっと小さくこうなんか、うん、割れてるよね。あんまり端っこは動いちゃってないよね。あれもしかすると割れてて、もしかするとあそこなだれるかもしれないね。崩れるかもしれない。はい、じゃあ出発。いけそうか。暑い、暑い今日めっちゃ暑い。あ、本当だ、花びらみたいなやつがない。こんなお天気になるとは思わなかった。よかった、友達は晴れ女かもしれない。北ではないですけどね、西向きに向いてて風が当たるからなんか割と凍ってますね。なんかね、自分はね、昼帰りはちょっとざれてるかもしれませんけどね。のぶえちゃんが抜かなくてもキヨさんがあの踏み抜くんや。それは起きる。意外と下が、踏んだよ動物の糞です。誰がディバッグしたい、ここね。転泊したね、誰が。あ、まあ分からんけど、ここでお昼ご飯っていうのもありかも。あそこでご飯っていうのもありかもしれんし。あっちが白山。ね、あれ白山だよね。うん、見えとった見えとった、うん、よいしお、足回る回る。よいしょ。山頂到着しました。観音さんです。
ただいまの時刻11時3分です。ちぎれ、あの雲上がってきましたね。雲海っていうよりもガスってきた感じですね。まあでもお天気良くていいです。今日の山ご飯はチーズフォンデュです。山頂でやってます。で、パンも切ったよって。今日はホットワインです。乾杯。いただきます。この中にね、あのオレンジのドライオレンジとか入ってます。うまい。おいしい、おいしい、おいしいよ。雪の時はいいかもしれない。ただいまの時刻12時30分。1時間の休憩を経てぼちぼち下山をしたいと思います。やっぱりバックカントリーのね、人たちがねいっぱい上がってきてます。出発しますかね。今日さん行きますか。はい、じゃあ出発します。ホットワイン美味しかったので私的にちょっとだけあの体温かい状態です。よかったかな、冷えるのがなくなって。今日はね3月ぐらいの気温なのか温かいです。長らくしようですけど下山します。はい、13時28分になりました。下山してきました。テラスまでね下山してまいりました。まああの帰りはね至ってね楽ですけどね、やっぱりね。まあでもガスっちゃいましたね、もうね完全に予報通りですね。昼ぐらいからもう曇りだということだったので、午前中お天気が良かったらよかったです。あとはゴンドラ乗って下に降ります。で、はい、おいしい。はい、お疲れ様でした。2時55分回ったぐらいかな。あちらのところ降りてきてからしばらくちょっとゆっくりしてたのでこんな時間になってます。ここはあの初めて雪山ね登られる方でも多分登れる山ではないかなと思います。初級の方でもちゃんと楽しめる山だと思います。それではまたどこかの山でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。
よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram の方も見ていただけたら嬉しいです。